BT ガーディングラボ小林ゲーム通信よいしょ。小林隆之です。浅野香衣です。ゼブレイン松井です。浅野山下です。お願いしまーす。スイッチ買ったんすよ。スイッチ、ほーやったー、スマブラやろアニメラボにスイッチが届いた。スイッチが届いたというのスイッチをね、買いまして。寄付じゃないですか、我々、みんなでシェアする、ね、俺違う、うん、あのみんなでやる分にはいいよ。俺が持ってきてみんなでコントローラーもう1セットぐらいあればできるのかな、多分。コントローラー外れるあのスイッチの方が、ね、もう1セットからあのにできる、元々のスイッチの方ですね。そうそうそう、コントローラーだけ買えばいいんですよ。そうだ、そうコントローラー買えば実際できるんだ。そうか、いやそんなやついねえわ。いるわ俺らの近しい先輩にいるんだよ。いねえよそんな。いじんな仲のいい先輩にいるんだ本当に。いいんだ。というわけで、まあ、スイッチを変わりまして、はい、スイッチっつったらこれでしょってことで、個人的に今、一番やりたかったゲーム。まあ、マリカーか。スマブラだよ。一緒にチョキッとスニッパーズですね。誰のそれだよ、お前。いや、あの、リングのやつじゃない、リングのやつ。あ、あれ、手に入るやつ、ね。あれやった。スマブラではなく、こちらです。ポケットモンスター、ソードです。スマブラがいいよ。スマブラはさ、みんなでどうすればいいの、それをみんなで。だからみんなでっていうか、今回紹介ですね。紹介ですと、まあ、あの、今回ポケモンがスイッチで新しく出たわけですよ、はい、初めて ね、はい、そうですね。今まで 3DS まで出てて、ね、ウルトラサンムーンまでかな、はい、新しいのは新しくスイッチで出て、今回どうなるんだ、いろいろ新しいことが増えるのかっていうのがあって、とにかく変更点が多いというか、はい、すごい大胆な変更とか、はい、変わったことが多くて、はい、今回その一部をなるだけ紹介できたなという時間ですかね、はい、特に今回紹介したい機能とか、うん、ちょっとみんなに実際体験してもらえればなっていうのが、やってみるんで、うん、はい、これ僕のポケモンのデータですね。ポケモン、これポケモン、何ポケモンで、ポケモンのデータの話、画面ですよっていう、はいはいはい、これが新しい。とにかく、まあ、まず画面はしこたま綺麗ですね。これ一部の場所では視点もグリグリ動かせるので、うん、こういうことができます。これワイルドエリアっていうところで、そこではできるんですけど、すごいなぁ、まあ、ポケモンじゃないみたいだわ。エリアマップ見ながら、うん、今回のどういう世界なのかっていうのをね、なんとなく説明して、今状態としてはあのバッジは全部集めて殿堂入りはしてないところです、ね、なるほどね。ちょっとやばいんだよ、小葉弘の家バレちゃってるよ、4区でしょこれ。お前ちゃん、違う20歳なんで練馬区って自分で言ったの、珍しいの。最寄り駅とかできてない、そのボケ、そのボケヤマピーがするの珍しいの。まあこれが自分の最初の、いわゆるあのマサラタンですね、はい、あれちなみにみんなポケモンってどれぐらいやったことある？ルビーサファーぐらいからちゃんとやってたのが、ブルー、ああ、初代ね、初代、初代さんは緑、あ、初代だ、初代勢でした。初代の知識まで前提でなんとなく説明すると、うん、はいはいはい、まあ、ここがマサラタウンですよ、一番最初ね、ポケモンっぽいですね、確かにこの感じは、うん、で、うん、で、マップの感じ、今回特にすごいのが、まず、まあ、次のね、ここが常盤的なところですよ、ブラシタウンで2つ目の街があって、うんうん、こういうここら辺行き来して図鑑もらったり最初のモンスターもらったりするわけですよ、はいはい、あったじゃないですか。それも今回同じなんですけど、うん、その後次の町に、うん、移って、ここに電車で移動するんですけど、そうそう、電車で移動する途中、次のそうで、まあ、次の町は本当はもっと先なんですよ。その途中で広く広い、そうで、あと瞬足は足早くの瞬足、自転車では自転車はあるんですけど、まあ、それは後で説明するんですけど、2つ目から3つ目の町に移るときは、常盤タウンからニビシティぐらいですよ、うん、はいはいはい、距離としてはね。だから常盤の森があるかなぐらいじゃないですか、うん、確かに、あの間にワイルドエリアっていう巨大なゾーンがここにありまして、まずこれね、あの広っ、ね、サファリパーク、ね、サファリパークがいきなり行けるんですよ、楽しいじゃん。そこで、そう、駅でちょっと電車が止まっちゃったんで、ここは徒歩でこう通り抜けてくださいって言われちゃうんですよ、うん、で、ここまで通り抜けるってことになるんですけど、行こうと思えば、さらにその向こうの、ここもワイルドエリアなんですよ、徒歩で行けるんですよ、この辺まで、この辺まで行こうと思えば行けるんですよ、ここら辺まで行くと、モンスターのレベル50ぐらいなんですよ、いきなりそれに会おうと思えば会えると、もちろんボコボコにされて終わりなんで、で、捕まえることもできないです。あの、今回その辺もあって、仕様がバッジをどんどん手に入れていくと、捕まえられるポケモンのレベルが上がっていくっていう仕様なんで、最初はちょっと、そうそう、まあ、もうそもそもあの捕まえようとしてもモンスターボール投げても無理みたいな状態の、まあ、友達から無理やりね、そうそう、強いポケモンもらってっていうのも、ね、ではなく、今回は会えはするけど、うん、なかなか捕まえられないよっていう形で、いきなり会おうと思えば会えるんですよ。だけで今回その、ステージですね、もう僕はパッチは手に入れたんで大丈夫なんですけど、今回そこの、ワイルドエリアの一番最初のところですね、降りたところに行くところが、ピッピ捕まえようぜ、この集いの空き地というところから僕は降りて、ピッピ捕まえようぜ、コバピッピでしょ、ということで自転車ですね、どっからあるんですよ、わあすごい、
電車の BGM じゃないじゃん。そう、自転車はね、特に今回は通行のまま乗って、あの曲が好きだったのに、うん、あ、分かる分かるよ、分かるよ。今回まあそこら辺は結局はね、曲はね、結構ゲームの進みによってこのバチバチしてるの何なんですか。これ、今回図鑑にも入れるんですけど倒せんの、ね、ポケモンが入ってるんですよ、設定として。あの家電製品に入ってるポケモンっていう設定のポケモンはもともといたんですよ。なんかいるらしいですね。もともといたんですよ、ダイヤモンドパールぐらいからいるのかな、確か。冷蔵庫だとか、ね、そうそう、冷蔵庫とか電子レンジになって、いろんなその時によってタイプが変わるっていう、洗濯機に入ったら水タイプみたいなのがいたんですけど、そいつが今この世界では家電に入って、役に立ってくれてるよっていう、はいはい、図鑑の中にも入っているし、例えば図鑑をだからさっきのあの顔、そうそう、これこの辺とかのこれ、これですね。図鑑開くとそいつの顔も出るっていう感じで、まあ、ハッキングされてるんだけど、今回このワイルドエリアで今回特に変わったのといえば、あとはシンボルエンカウントになったんですね。モンスターが歩いてる。シンボルエンカウント、今まで草むら歩いてると見えないところから草むらの中に突然敵に当たって、うん、そうだね、ネット始まるじゃないですか、うん、今回はこうやって見えてるやつに当たったら始まるよってことです。ねえ、あれじゃないと、すごいな、戦闘によってそうですね、っていう感じで、まあ、ここがスタート地点の近くなんで、うん、弱い敵が出るとね、最初はだからここら辺でいろんな敵を探して捕まえたりして、うん、でもここが楽しくなりすぎて、ここでレベル40とか50までいっちゃった人もいるってよく言われてるぐらい、ということで、まあ、こんな感じでいろいろ変わったんですよ、うん、で今回紹介したいのは、まあ、戦闘はおおむねいつも通りで、あとはもうとにかく綺麗な画面でモンスターが動いてるってことなんですけど、新機能として、キャンプっていうのができたんですよ、うん、今回それ紹介したいなと思いまして、まあ、時間の都合もあるんでね、紹介できるとか限られるんで、ワイルドエリアだったり、あとは外道路の中だったりとかで、いろんなところでキャンプっていうのを開いて、自分たちの、手持ちのモンスターと触れ合えるんですよ。例えばここで、違うよ、キャンプ、違う違う、キャンプって言ってもそのモンスターさばいて肉にするんじゃないよ、そういうね、ポケモンキャンプってのができるんですよ、こうですね、ポケモンキャンプっていうのやると、テントを開いて、こんな感じで、今あの設定上ちょっと吹雪が吹いてるっていうワイルドエリア設定のところに来てるんで、ちょっとこうなってますけど、こうやって自分たちのモンスターと触れ合ったりしつつ、おもちゃで遊んで、こんな猫みたいに、ねえ、そんなもんだ、そういう視点なんだ、インテリドッグみたいですね、こうやってこれ今コントローラー動かして、右手のコントローラー動かすとこれで遊んで、結構いい、犬だ、犬です、切れてんじゃん、超怒ってんじゃん、ね、で一応これでご機嫌に遊んでくれると、ご機嫌じゃないよ、ぶち切れて攻撃してる、これも楽しんでます、これでもほら勝てないよ、ご機嫌になっていくとって感じで仲良くなって、これちょっと経験値も溜まったり、あの夏軌道が上がったりっていうのがあったと、私に似てるってことか、あ、違う、会社の夏軌じゃない、夏空砲だった、初めて聞いた、そのめちゃめちゃ噛みついてくるからなっていうのもあったりしつつ、特に今回紹介したいのはここからさらに料理ができまして、あ、この世界では食べんだ、犬を、やっぱ犬を、犬食べんのか、やめろ、やめろ、やめろ、遭難してんじゃねえんだぞだって雪降ってるし、そのツッコミも合ってんのかって今言いながら思ったけど、メニューってところがありますね、この世界では今カレーが流行っておりますという設定になっておりまして、犬のカレー、違いますよ、なんか後ろから人来たよ、マスクマンみたいな、あれこれあの最初にもらうポケモンが進化したやつです、いや違う、完全に人じゃん、人ですね、ちょっとサッカー選手っぽいんです、今回ね、あのモチーフがねちょっとサッカーっぽいんですよ、ジムの戦いとかも、プロレスラーでは、マスクマンか、マスクマンですよね、マスクマンのポケモン別にいるんで、ルチャリブレな人さ、まあそれはそれで置いといて、ポケモンなの、料理を始める、うわー誰の肉だって俺の想定と違うリアクションばっかりするみんな、まず料理の材料を1種類選んで、その後に、使う木の実を選びます、木の実がルーになって、材料がその具材を1個選ぶ、追加が選べるということですね、わけで今回ちょっと実際にやってもらおうかなと、これをカレー作りを、カレー作りがね、なんかだんだん楽しくなってくるんですよということを、最初のポケモン選びたいよ、ね、あれがやりたいよいねえよ、消してよ、一回出て消してよ、いねえよ、レベル全員50ぐらいなんだ今、ペニガメー、キャンプをね、カレーを作ってもらいたいので、具材選んでもらって、で実際にそれとかね、いろいろするね、何がいいですか、
さっきの犬がいいかな、うん、ねえですね、犬に行くから死刑のは正義締めで言えば、いや、人、さっきのねえよ、あれ、ウサギなんだよ、ウサギがいいじゃん、じゃあダメだよ、ウサギ肉いいじゃん、ねえ、ダメだよ、ですよね、あ、じゃあ、骨かな、細い骨は出汁取れんの、出汁が取れる骨ですね、へー、ほんとだ、まあ、鳥、そう書いてある、一旦これで、で、今まで回復アイテムとかで使えた木の実ってのがあったんですけど、はいはいはい、それが、今回、ドゥとしても使えると、このところで、ドゥ、ドゥです、カレーのカレールー、これがルーになる、香辛料ですね、要はスパイスの香辛料、よく下に味の説明書いてあるんですよ、うん、じゃあコリンコリアンダーでいいのコリアンダーまあ、それからよかったらじゃあ選んでみますか、うん、入れていいですよ、もうどんどん、あ、そういうことじゃ、マセイク勘悪いな画面外だから伝わらない、あの画面外のボケしないで、そうですね、1カメなんで、あ、そう、人によって好みが分かれる、そうそう、いろいろあるんですよ、こっち何すんの、あ、これね、こっちが十字キー側だと思ってもらえればメイン、なるほどね、でこっちが A、B みたいな、そうそう、一応どっちでもいけます、へ、で、右手の方の A、B とかで選んでもらえれば、貴重な木の実、これかわいそうだからな、あ、でもいいよ、好きに使って、じゃあ全部入れようぜ、あ、じゃあ入れだけ、上から順に入れていく、どんどん、あ、今1個ずつしか持ってないんで、あ、そんな感じ、あ、いいね、いいね、あ、そんなのできるんだ、スパイスだから、そうか、いろんなやつで入れないんだ、おい、はい、最大10個までってことで、作るときにちょっと操作があります、はい、出し入れた、はい、火をつけるんで右手で仰いでください、まあ、どっかげ右手で仰いで、右手で仰いで、そうそう、内側がコントローラーがブルブルする、そう、コントローラーの動きに合わせて内側が動くんですね、すごい、いやいや、どんどん仰いで、どんどん仰いで、一応 A ボタンでも反応する、まっすぐつかないで、ああ、A ボタン入れたらだけのね。でも、コントローラー動かすのが臨場感もあるよねっていう。確かに。あ、火がついた。はい、今度は混ぜて。トカゲ作ろうよ。食べて。トカゲをね。で、右の一応スティックでも同じようにお玉動かし、対応しますよってことですね。カイさんがなんでずっとポケモンさばこうとするの？違うよ、火をつける。あ、火をつける。火をつけてはいるんで、煽るんですよ。火を強くするから。混ぜた。で、タイミングよく A ボタンを押します。おい、よいしょ。っていうのをやるとなんかカレーが作れるんですね、真心を込める、最後真心を込めるんですね、タイミングから出てくるんですか、カレーは誰が主人公今ずっと作ってます、食べれるんですか、私たちのスタジオに用意しましたはないですよ、出てないんですか、小林さん頼みますよ、苦口ボーンカレー、苦口なんでスローなの、味わう瞬間なの、中華一番中華一番、龍が出てきた、宇宙感じたりしないですよ、大王道、まあ、スパイスいっぱい入れたんで結構いい感じの成績が出ましたよって感じですね、で、あの作り方によっても味がいい悪いが変化するよっていう感じで上手に作れれば美味しくなりますよ、24時間ぐらいちょっとに宇宙をやってれば本格派キャンプなの、そっか、キャンプかっていう感じで今回こういう機能がついて、今最後にチャラッと出てたんですけど、ヒットポイントが回復したり状態異常回復したり、禁止のポケモンも復活したりとか、そういうプラスの効果もありますんで、遊びたいみたいっていう感じで、今回新機能としてキャンプっていうのがあるんですよ、うん、これがポケモンと一緒に遊んでる感じの臨場感が味わえて楽しいよ、なるほどね、ウミガメは今回ね、ゼニガメね、入れなかったんです、なんで、ね、そうす、あのモデリングの関係もあって全部のブースターは入れられません、いや使い回してんだからいけんだろ、前から使い回せなかったんですよ、新しくしたんです、50匹だけにしてくれよ、はい、そうだよ、今回は、各世代から何十匹かずつっていう感じです、にしても御三家を入れてよ、御三家では今回最初は人影は入ってまして、リーグチャンピオンが使ってるって設定なんです、ディザート、はー、それはもちろん悲しむ声はもう発売前に発表されてたんで、そう、ね、すごいあったんですけど、これがちなみに新ポケモンの一番人気アーマーガーです、あーまあ、なんか、ね、そう、カラスがかっこいいという人気なんですよ、ね、で、こうやってカレー図鑑みたいなのを集めて、メニューとかスペシャルビーフカレーはある違うものばっかり見てるの、蜂蜜とリンゴ入れりゃなんとかなったりしない、うん、まあ、食材遊びでね、甘口とかは作れるんで実際、カレーカップラーメンありますね、もしかして、ね、食材にカップラーメンがあるらしくてね、うん、これもね、それはね、あの人がキャンプを開いてるところがあるんですよ、あのすでにね、他のもの、そこに混ざって一緒にキャンプやって一緒にカレー作るっていう時にその人が持ってたんですよ、その人が入れたんですよ、ユーキャンみたいな感じ、そうです、カレーしか作れないの、カレーです、とにかくカレー、カレーが流行ってるんですよ、って感じで、今回そういう新機能がいろいろ、まあ、他にも、好きの好きなものに着替えられたりとかいろいろあるんですけど、それはまたおいおい紹介できたらなと思って、他はキャンプがあるんですよ、と。キャンプね。
ゼニガメが見たいよ。ゼニガメね、もしかしたらどうなんだろう、追加あるのかなとかいろんな噂はあるんですけど、ね、確かにスイッチだから3件はさ、追加で入るでしょう。どうなんでしょうね、追加できるのかな、どうなんかなというのはいろいろあるんですけども。おお、レベル上がった。レベル上がりました。キャンプ喋りかけてカレー食って、そう、特にいっぱい多分喋りかけたから経験値が他のと比べて倍ぐらい。え、そんなんだけで、もうずっとキャンプしときゃいいじゃんね。そう、だからもうね、殿堂入りした後ずっとキャンプしてるって人いるんですよ。ずーっといろんなとこでカレー食ってるって。で、まさきはいない。だけど、今回、新しいポケモンの紹介でしたんで。キャンプ以上と今回。ね、テント編ですよ。キャンプ編ですよ。テントですよ。あれはあの、ホルマリン漬けにされてる人は、まさきそれ合体させられてんのか。そうね、ホルマリン漬けはやりすぎない。出れてはいる、出れてはいる、ね、自分で入って自分で出れて出した、こっちがポケモンのホルマリン漬けです。というわけで今回、キャンプの紹介ということで、はい、今回は以上とさせていただこうかなと。松井くんぶち殺してるね。弱いんで、そいつは。あ、喜ぶ。そんなにブシュブシュブシュじゃないんだ。やっぱみんなあれですね、知識が初代付近で止まってるんで、うん、新鮮にもしや楽しんで、もしプレイしたら楽しんでいただけるんじゃないかなと、うん、とにかく今回ね、今回はですね、あれですね、人がね、人のモデリングが人気あるキャラもいいんで、その辺の紹介もおいおいできたらなと、人気のあるキャラとかも。これが今回新しい要素の一つ、ダイマックスっていうポケモンが出るスワロです。とにかくでかいポケモンがここから出たりするんで、カビゴンだ。ああ、もともとでかい。そう、だからでっかいカビゴンも、今確かイベント中で、でっかいカビゴンが期間限定で出るみたいな。皆さんそっちも。ニュースみたいなんで配信されたりするんで、それも見ていただければと思います。いろんな楽しみ方が、とにかく、クリア前から寄り道が大量にできるゲームで、とにかくいろんな遊び方ができるんで、今回のポケモンはずっとプレイできそうだなっていう感じです。まつり君何嫌いで。ちょっとローカル通信、人の画面映っちゃう。あ、そういうことなの。というわけで以上、今回はキャンプの紹介でした。ポケモンとにかく楽しめるんで皆さんもやってみてください。すれ違い通信しましょう。かわいい。するとなんかプルンプルン、はい。